阪神及川正樹が出場選手登録を抹消。阪神及川正樹投手23外塚出場選手登録を抹消された前日4日の中日戦甲子園では5点リードの8回から登板。7月13日中日戦バンテリンドーム以来となる中継ぎ登板となった。3安打を浴びながらも回またぎの2イニングを無失点で締めていた。及川は抹消せずに残しておきたいですね。10日に青柳が先発予定ですが、第2先発で準備させておいた方が良さそうな気がします。漆原を抹消すればいいと思うけどね。別に今日落とさなくて良いんじゃない。かなり改善された気がするけど、当初指摘されていたように強く叩こう、強い球を投げようとするあまりテイクバックの時に状態をねじりすぎている結果、頭がブレてコントロールを乱しているような。一日でも早く抹消するメリットは、次に登録できるのも一日早くできること。昨日登板、今日はベンチ入りせず、明日は B3 を登録。ベンチ入りさせたいならば致し方なしかな。 B3 が何事もなく予定通りに登板できますように。島本と及川なら今年は及川の方がマシな気がしなくもないけどね。去年は火消しとして大活躍だったけど、敗戦処理硬いさでしか投げられないなら及川でよくない？さすがに今年また及川が先発で投げることはないだろうしさ。昨日の感じじゃ無理でしょうね。簡単にストライク取れるようにならないと、この2段モーションはやめた方が良いかもね。門別、伊藤正よりはマシってだけで及川も大概。昨日みたいな内容では坂本のリードも悪かったとはいえ抹消されて当然。及川無失点でもアップアップだった。淡白かな。また抹消だけか。まあ明日には B を登録するからかな。昨日ストライクさっぱり入らなかったからね。先発調整にまた戻るんですね。なんであげたの？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。